なので今回はダンベルフライのフォーム解説をしていきます。ダンベルフライで肩が痛い方や胸にあまり刺激が入らないという方はぜひ参考にしてみてください。では早速見ていきます。まずダンベルの握り方なんですけど、手のひらの面の部分に当ててもらいます。この指先の方向、指の近くではなく手のひらの面の部分ですね、で当ててもらって軽く握るようなイメージです。これがベースになります。で1なんですけど真ん中握ってあげてください。で、ここからラックアップに移ります。ではラックアップの方法、ちょっとコツがあるので、これは重量重くなった時も使えるのでちょっと見ていきます。横からの一連の流れを見た後、動作の解説をしていきます。まずはお尻を上げ、胸とダンベルの距離を近づけます。その後勢いをつけずにゆっくりと後ろに転がっていきます。その際もダンベルと胸の距離を離さないように意識してください。ダンベルと胸の距離が離れるとうまく転がれず、スタートポジションに持っていけなくなります。でゆっくり転がっていってスタートポジションまで行きます。ダンベルが重たくなっても一緒で、足を振り上げゆっくりと転がってスタートポジションに持っていきます。ダンベルの重さを利用して肩をグッと下げ、胸を張ります。で戻す時の動作は逆に足から迎えに行ってあげて起き上がる。勢いよくしすぎると胸から上げる形になるので、すごく無駄な労力になるので、ゆっくり転がることを意識してください。で、ここでまずはスタートポジションを作れたので、まずは手のひらですね、これ向かい合うようにセットしておいてください。で、下ろし方の説明していきます。まず下ろし方の肩の動きなんですけど、結構多いのが脇開いてしまっている例ですね。こうすると肩って動きにくいので少し下げてあげます。で、この範囲にですね動かしてあげます。ちょっと実際にやってもらいたいんですけど、単純に肩をこの横方向に脇開いた状態で動かすか、ちょっと下げて動かすか、どっちが動かしやすか、どっちが動かしやすいかっていうのを考えてもらうと、明らかに少し脇閉じた方が動きやすいと思います。結構脇開いてしまうと肩の前方部にストレスかかって痛める原因になったりとか、肩のインピンジメントを起こす原因になるので、肩が動きやすい位置でスムーズな位置で動かしてあげる、これを意識してください。では次は実際にダンベルを下ろしていくんですけど、手のひら向き合ったまま、縦方向を意識してもらいます。この上下運動ですね、結構フライってこれ横方向に、開いていくようなイメージがあるんですけど、縦方向を意識してあげます。はい、OK、こう縦に半円になるようなイメージですね。OK です。で、この時の肘の角度なんですけど、90度かやや開いてるぐらいです。90度以上開きすぎると、結構肩の前にストレスかかりやすいので気をつけてください。90度ぐらいだと、ダンベルと肩の距離っていうのが近くなるので、肩の負担っていうのは少し減ります。極端なこの肘が開いてしまった例では、ダンベルと肩の距離っていうのがすごく遠くなるので、肩の前からの負担が大きくなります。なので、ここは気をつけてください。肩痛める原因になるので、しっかり肘は90度ぐらい目安に曲げてもらって、ダンベルと肩の距離を近い近くで保っておいてあげてください。はい、では実際に次は下ろしていく深さです。実際に下ろしていくのは、この大胸筋のストレッチが感じられる範囲までで OK です。はい、下ろしていく、はい、大体目安はこれぐらいになると思うんですが、結構ストレッチをかけようかけようとすると肩をもっと落とし込んでしまって、これは胸にストレッチがかかっているのではなく、肩の前方にストレッチがかかっている例が多く見られます。結構このボトムポジションですね、力抜けてしまうとか、そういった方っていうのは大胸筋にストレッチをかけているのではなく、肩の前方部にストレッチをかけてしまっていて、刺激したいところですね、大胸筋ではなく肩の怪我の原因になるようなストレッチのかけ方をしてしまっている可能性があるので、下ろしすぎないということをまずは意識してください。自分でコントロールできる範囲ですね、まず初めは可動域小さくていいので、ゆっくりコントロールできる範囲を意識してもらって、ここで止めてあげるという感じです。そしてもう一点、ボトムポジションで、意識してほしいのが、前腕とバーベルの位置が垂直の関係にあることです。結構前側に倒れたりすると肩がこうくるっと回るロールの力がかかって肩に痛みが出たりとか、逆にこう手前にすると反対方向のひねる力がかかるので、こっちも肩痛める可能性があるので、前腕とバーは垂直になるように意識してください。
で次は挙上動作ですね。挙上動作はまず下ろしていって、このボトムポジションから上げていくときの意識としては、肘のこのくぼみの部分を合わせにいくようなイメージでやってあげてください。で、下ろして、で、上がっていくと同時に軽く肘も伸びて、このくぼみ同士を合わせるといったイメージでやってあげるといいです。で、このとき、ぐっと肘のくぼみを合わせていくと体丸くなりやすいんですが、しっかり胸を張っておいてください。セッティングの段階から同じです。はい、挙上動作で結構多いのがこの回旋ですね。このひねるっていう意識が結構多いんですけど、まあメリットもあるんですけど、結構デメリットの方が僕は多いかなと思ってて、まあその例っていうのが上げ切った時にこう最後ひねってる例ですね。こう上げ切った後にグッとひねってるんですけど、まあ収縮感、まあ感覚は得られるかもしれないんですけど、実際ダンベルの負荷っていうのはほぼかかってないです。もう肩と肘の真上にダンベルがあるので、ほぼほぼここっていうのは負荷かかってないので、トップポジションでひねるっていうのはほぼ無意味だと思っておいてください。で、もう一個多いのがボトムポジションから上げながらひねっていく、小指同士を近づけていくっていった例ですね、うん、これも、内転といったね、この胸の動きを行いやすくはなるんですが、結構このひねる動きによって、特に初心者の方ですね、肩のセッティングですね、しっかり胸が張れてたりとか、肩甲骨をこうグッと、軽く寄せれてるっていう状態が崩れやすくなります。こう肩ひねることによって、例えば内にひねると肩って浮きやすくなって、外にひねるとこう倒れやすくなるんですけど、外にひねっていって内に戻すときに肩って浮きやすくなって、脇の開きなどの原因になるので、単純に下ろしていくのは手のひら向かい合わせ同士でボトムまで行ってもらって、上げるのも肘のくぼみを合わせるように手のひら向かい合わせで上げていってあげるといいです。変にこう回旋の意識をしてしまうと怪我の原因になるので、特に初心者の方は回旋の意識はいらないと思います。次に呼吸ですね。呼吸はポイントが3つあります。まず1つがラックアップ前にしっかり呼吸吸って腹圧を高める。で、2つ目が動作中ですね、こう下ろしていく、ボトムに向かっていくときはしっかり息を吸う。で、挙上したトップポジションで息を吐く。この3つです。ではちょっと1回見てみます。まずラックアップ前にしっかり息吸ってもらって、ゆっくりこのままって転がります。うん。で、トップポジション入って胸を張る、しっかりセッティングしてもらって、ここで、ボトムポジションまで行くときに大きく息を吸ってもらいます。吸いながら行く。で、こうすることで胸郭っていうのはしっかりグッと開いてくるので、大胸筋にストレッチがかけやすかったりとか、あとは肩の可動域っていうのが出やすくなります。で、ここで息を吐かずに上げ切ってからですね、トップポジションに来てから息を吐きます。まあ、この理由というのは、上げながら吐いてしまうと体って結構丸まりやすくなるので、ここで吐いてあげることによって、ダンベル、肘、肩が一直線にあるので、骨で重さを支えられるので、ここで吐いてあげることが一番安全かなと思います。で、下ろしながら息吸って、で、上げて、吐く。そう。で、動作のテンポとしては、1、2、3、ちょっと止めて、はい。1、2で上げる。はい、もう一回いきます。はい。吸って、1、2、3、止めて上げる。1、2。といった感じでやってあげるといいです。で、目安としては10回3セットぐらいで、余力ですね、あと2回か、あと1回か2回ぐらい余力を残してあげて終わってあげるのがおすすめです。で、あとこう追い込むとフォームが乱れやすくなるので、そうなった場合ストレッチかけてる部位ですね、大胸筋なのか肩関節か、ね、どっちか分からなくなってくるので、なるべくこう丁寧に動作をして余力を持たせて終わってあげてください。こうすると肩ってかなり動きにくくなる。俺が今説明してる。はい、なので動作としては息吸いながら下ろしていって上げる。で、ちょっと待って、ちょっと待って、全然ちゃう。分かんない。はい、はい。で、下ろしながら息吸って、で上げて。吐く。そう。で、動作のテンポとしては、はい、そのままだかな、待って、あ、これじゃない、うますぎる。